か雰囲気が。あれーすごいわお。今回はMネットさんのパペットショーですね。XG さんのパペットショーのMネットさんバージョンということで見ていきたいと思います。ちょっとチラッと見えたんですけれども、少しこう、お人形スタイルと言いますか。行ってみたいと思います。レッツラッグゴーズ。ほぉーやばー、あれ待って、ごめんなさい、止めちゃった。なんか、ジュリンちゃんの髪が、のせいかな。わーおーやばー、うおぜ、うおあれ、ココちゃんもなんか、ちょっと雰囲気が。あれーすごいわおすごい世界観。うん !No, no, no!Welcome to the puppet show! Woo! 来た。わー。うわー、すごい。来た、ジュリアちゃん。次の表情が注目でございます。わすごい、本当にすごい。ちょっともうマジっすかって感じですね。マジっすか。いやー、びっくり。この衣装の雰囲気と、あと髪色と、全然ちょっと想像だから、すべてがもう斜め後ろから飛んでくる感じですよね。皆さんのリボンのお色が赤いところっていうのがまたポイントになってくるんですかね。ご衣装、なんかキャラクターが書いてある。いや、ここのね、もう、この前のリアクションでも言いましたけど、マーティンちゃんのこの歌う時の表情がもう素晴らしいです。やば。上半身の固定に対してこの腰の乗り感ですよね。いや、うわぁ、ひなたちゃん、全然違いますね、皆さん雰囲気が。ジュリンちゃん、ジュリンちゃん、前髪ありジュリンちゃんとこの赤髪ジュリンちゃんと、いやー、なんかすごいガーリーな雰囲気の、すごいな、もう世界観の、なんでしょう、享受の仕方が半端ないですね。解像度が高い。パペショの衣装が統一されてるのと、ちょっとその、なんです、ドールな雰囲気ですよね。その衣装の着こなしが。言い方難しいんですけども。ルーズソックスな雰囲気って言うんですか?ちょっと合ってるかわからないんですけれども。その本当にお人形さんのような衣装を着てるからこそ伝わってくるパペットショーの世界ですよね。やっぱりダンスのこのシンクロ率みたいなところがすごい伝わってきますよね。ローファーなのか?ちょっと。細かい。なんか現実的なんだけれども、ちょっとどこか非現実的な世界観というか、ストーリーが見えてきますよね。だからね。ここやばいっすね。わー。ルーズソックスだからちょっとギャル味があるのかな?わかんない。てかもう、ジュリンちゃんがすごい、ジュリンちゃんなんかすごいですね。女優さん?ここの最後のジュリアちゃんの2個があるのよね。はー、パフォーマンスだったりもそうですけども、楽曲、それはもうこのパペショに限らずですけども、いろんな楽曲をこう見ていく中での理解度というか解像度みたいなものがもう一個増えたなっていう風にやっぱり感じてる部分でもあって、すごいね、なんかこう
学び、人生って思いながら楽しんでます。やっぱりすごい。すごいわ。かっこいい。ちょっと見習わなきゃなって本当に思ってます。それぐらいいつもこうパペショー聞いたりとかいろいろね、アルバムを聞いて通して聞きながら頑張るべって思いながら元気もらってますというかね、本当に原動力みたいな感じですよね。なんかもう元気を通り越した原動力みたいな、そのぐらい熱いパッションというか、いろんなものをこう XG さんたちからはいただけてるなっていうふうに思っているところでございます。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、スイッ。